いきますよ、じゃあね。はい。さて僕は、今21歳になったのですが、うん、ね、二十歳超えてますよ。つい先日、久々に無精してしまいました。あらまあ。確かに、学校やバイトで忙しく最近ご無沙汰だったのですが、この年になっての無精は正直凹みました。皆さんが最後に無精したのはいつですか？ね。ほら、ほら、ね。さあ、これやりましょう。結果、下の相談だ。もうね、完全に。下の相談になるのは、ね、さあ、いつ？本当にやいつから？僕、俺無精したことないんです。だから毎回言いますけど。わかんない。中井さんだけですよ、無精したことは。ほらね、ここでもう、僕もないですっていうリズムで、僕もって言えなかった時点でなんかね。うん中井さんは最近の無精は何を赤裸々に語ればいいんですか？最近はないですよ。最近はえ、いつまで無精したことあります？あってなったことありますね。その顔はね、高校生じゃ、あの言わないから手だけ挙げてくれる？中学生、2年生、3年生、覚えてない。中学生の時か。なんで言っちゃったの？なんで言ったの今。何が言わないっつった俺。言わないっつったよ。言わないでいいっつっただけでしょ。俺は言いますよ。だってラジオだから喋んないとね、話になりませんから。中井君は渋い顔してる。最後に中学生。もう大人になってからないんだ。やっぱり。ないんだ。こっから一言も喋んないからね、彼は。もう心を閉ざしたからね。中学生の時に初めて無精したらびっくりした、やっぱり。びっくりしなかった。なんで？その前にもあったから？あ、そうなんだ。毎日してたんだ、無精。毎日してた。毎日、無精をして、僕は、自分でパンツを洗っていました。ひどすぎる！お母さんには言えなかった。実は。このジェスチャーを自分のいいように自分のいいように解釈し始めたぞ、このおっさん。そうなんだ。どうなんですかね。はい。無精って。してみたいっすけどね。あ、そうだ。エロい夢見てなった。なんでそんなエキスパート的な。なんでなんで扱いになってるんですか。だって3人の中で無精したのお前だけだからさ。でも、ね、多分、そうだったんじゃないですかね。エロい夢見た。うん。それは、同級生それとも。いや、そんなんじゃないっすよ。AV みたいな夢ってことですか？一番好きなプレイをすぐ言っちゃうんだね。一番好きなの？一番好きなの。ペロが。一番の喜びは、今日、口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 です。って言われるのが。うん。うん。聞くでしょう。聞かねえよ、バカ！男子の約 100% がそれでしょう。まあ、まあ、わかりますけど、うん、それをね、赤裸々に、うん、もう、よどみないマナコで、僕らに対して言われても。ちょっとね。引くだけだろ？そうですかね。あ、はい。俺は二人をまっすぐな目で見れますけど。俺は二人をまっすぐな目で見れますけど。好きだと。はい。はい。はい。その言葉を言われたら。はい。はい。一番興奮すると。一番興奮します。一番興奮します。すげえ笑顔。すごい笑顔だ。あ、びっくりするぐらいの笑顔だ、ね。すごい顔。よどみあった今まで。ない。ないっす。ないっす。だからまあ真実なんでしょうね、100% ね。それいいですけど。やっぱりセクシーな夢を見ながら、無精をするって、超気持ちいいんでしょうね。うん、だったと思いますよ。ねえ。だって、何も触れていないのに行くっていう行為ですから、相当なセクシーさですよね、それはね。でしょうな。ねえ。だって何も触れられていないのに気持ちよさで行ったことないもん。バカな会話だよ。なんでなんでなんで。ひどい会話、もうごめんなさい、なんか最終的にひどい会話のあれになっちゃって申し訳ないです。なんで、どう、え？なんでお前らは話の途中でひどいってことに気づいちゃうわけ？もうちょっと最後まで言ってから、うわ、ひどかったね。でいいんじゃないの？あ、そうそう。ごめんごめん。乗っかった方がよかったね。乗っかって？ないなぁ、うん、それないなぁ。ないか。やっぱり、どっか触んないと。どっか触れてくんないと。そうでしょ？ああ。なんなら挟んでもらわないと。ああ、いいですね。な挟むのもいいですね。なただやっぱり、くち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 の感じの方が全然いいよ。ああ、そこ好きなんだね、やっぱりね。どうしても。どうしてもそこ好きなんだね。どうしても戻すんやな。うん。なるほどね。でもそういうのもないところでね。そう。中井くん、それ、朝起きて、どうしたの？それはもう、
中学だからさ、まあね、勝手に洗濯機にパンツを放り込むでも、うん、親に分かっちゃうって分かっちゃうじゃん。そうでしょうね。何あんた1日2回パンツ入れてんのみたいなことになっちゃう。みたいなことになったと思いますね。うん、どうしたんでしょうね。僕その後のことはよく覚えてないですね。あ、そんなに覚えてないことなんだ。言ったじゃないですか。いろいろ忘れていくんですよ。中学生の頃なんかの話なんか全く覚えてない。ええー。だって中学